いえ、あなたの前途に幸があることを祈っておりますよ。最初は緊張しましたが、だいぶ慣れてきましたね。すみません。やってますか？どうぞ。ここで恋愛関係の占いもしてもらえるって。あなたは、エレオノール？おや？あなたは、雪風さん。恋愛の占いですね。それはその…そうだって知ってたら別のところ行ったのに。どうされました？なんでもないわ。それで、どのようなことを占いましょう？相性を？アプローチの方法？それとも、二人の未来？その前に、このことは絶対誰にも言わないでよね。もちろん、占いに来たことも。もちろんですとも。そうでなければ、個人的なご相談など誰もしてくれませんからね。そうでしょうけど。なんていうか、私と仲のいい異性がいるんだけどね。まあそろそろ長い付き合いなのに、いまだに仲のいい友達から先に進まないというか。雪風さんは少々意地っ張りで照れ屋さんですからね。そこが可愛らしいのですが。どうかなさいましたか？なんでもない。だいたい私のせいじゃなくて、あいつが鈍感の当変木なのも悪いんだから。とにかく、どうすればその相手と距離を縮められるか占ってほしいの。わかりました。では、お相手の名前と特徴を教えていただけませんか？それは、言わないとダメ？そうでなければ正確な占いが。いいから、不正確でもいいから、今の情報でできる限りのことを占って。そうですか。わかりました。では。これって、うまく浮かばなかったってこと？申し訳ありません。力を及ばず。いいの。やっぱり私が無理を言ったのが悪かったのよ。気にしないで。もちろん。
それにしてもさっきのは何だったんでしょうか。あの、お邪魔します。あなたは特務中隊の。おや、確かあなたはベイデンの組織の日本支部の方でいらっしゃいましたね。どうぞお座りください。そうよね、ごめんなさい、知り合いだからびっくりしちゃって。やっぱり出直そうかな。こんな占い知り合いにしてもらうなんて。あの、もしかして恋愛の占いをご所望でしたでしょうか。なんで分かって。言っちゃった。これじゃもう占ってもらうしかないじゃない。一つだけ約束してもらいたいんだけど。もしかして占いのことは他言無用ということでしょうか。もちろん占い師として相談内容は他の人に喋るなどということはいたしません。それでもご心配であれば、深き黒の森の精霊たちとダークエルフの誇りに誓って決して他言しないと申し上げます。そうなんだけど、やっぱりこういうのって秘密にしたい人が。それでそのね、相談の内容なんだけど、私の占ってもらいたい相手っていうのが、私とは別の組織の人で、敵対してるってことじゃないんだけど、ちょっとビジネスライクな関係でね。そのせいかその相手もちょっと私に対してはビジネスライクっぽい感じを持ってるという。もちろん私に何かあった時には組織の垣根なんて構わず助けに来てくれるところもあるんだけど。なるほど、そのようなお相手とより距離を縮める方法はないかということですね。もしかして私がどんな相談に来るかとかあらかじめ占ってあった。いえ、そんなことは。もしかしてお相手の情報を明かすのに支障があって、できれば情報なしで占ってほしいなどということはありますか。どうしてわかったの。いえ、それは他のお客様の内容に関わることですので。ですが、わかりました。そういうことであれば今度こそ。今度こそ。いえ、こっちの話ですね。では、どうなっているんですか。よくわからないけど、うまくいかなかった。いいのよ、こっちもダメ元だったんだから。一体どうしてしまったのでしょう。次に同じようなことが起きたなら、これはもう確実でしょうね。すまない、やっているだろうか。
の？あら。やっぱりやめておくよ。あ、そうだ、私がここに来たことは内密に。お待ちください。もしかして占ってほしいというのは恋愛関係のことではありませんか？特に誰かとの距離を縮めたいといった。ご安心ください。このエレオノール、ダークエルフの誇りに誓って決して多忙はいたしません。お相手の情報はなくても結構です。ただそれとは関係なく、占いの結果が振るわないこともございますが、ご了承を。もちろんその場合もできる限りのアドバイスはさせていただきます。そこまで言われたら してもらおうかな。けど相手はそのすごく女にモテるんだ。いつも周りに可愛くて綺麗な子ばかりいて、私みたいになかなか会えない身だと、そもそもチャンスすらあるのかどうか。なるほど、高嶺の花というわけですか。あ、だけど全然脈がないわけじゃないと。これでも昔なじみだし、家同士のつながりも。昔なじみで家同士のつながりが。喋りすぎた。そんな感じで占ってもらえると助かる。わかりました。それでは。まずはアプローチするときに身につけるといい小物などですが。それはいいのですが、はあ、本当に一体どうしたのでしょうか。私と顔見知りの女性が秘密原始の恋愛相談をして、相手の情報がない時に発生する。ですがそれが黒いモヤの原因となる理由が分かりません。お邪魔します。ここでエレオノールが占いをしてるって聞いたんだけど。わかります、キララさん。あなたはズバリ恋愛関係の占いをご所望ですね。隠さずとも結構です。ダークエルフの誇りに誓います。いや、エレオノールが占いをしてるって聞いたから様子を見に来ようかなって。どうしたの？何を誓うの？お相手の情報も結構です。そしてお相手の方は結構表になる方で、知り合いながらも距離を詰めかねてて、どうすればいいかとお悩みなのでしょう。なに、もしかしてあいつのこと？違うからね。あいつはただの後輩ってだけで、そうなんじゃないから。では参りますよ。もしかして本当に占うの？ダメ、こういうのは占いなんかに頼るんじゃなくて正攻法じゃないと。でもがっかり。
やはり黒いもやがかかりました。やはりってどういうこと？ここから私の恋の行方の何がわかるの？いえ、キララさんのことはさっぱりわかりません。わからないの？なのになんでそんなに嬉しそうなの？あ、それもそうですね。すみません。守秘義務のために詳しくは言えないんですが、ちょっと立てていた推測通りになったと言いますか、仮説が一歩進んだと言いますか。つまり、私を実験台にして何か試したってこと？はい、そうなります。申し訳ありません。別にエレオノールの悩みなら最初から手伝うわよ。ちゃんと先に行ってほしかっただけ。言ったけど、やっぱりこういうのは正攻法じゃないとね。ああ、もちろん占い自体やヘヨロクのことをどうこう言うわけじゃないけど、単に私の教授としてね。ああ、でもそんなこと言っておいて、ちょっと僕には興味出ちゃったことはないしね。はい、ダークエルフの誇りにかけて誓います。でも思った以上に楽しんでやれているみたいでよかったわ。それじゃあ私は他のところも見てくるから。うわぁ！ちょっと！なんであんたがこんなところにいるのよ！なんでって、エレオノールの様子を見に来ようと思いまして。キララ先輩こそどうしたんです？もしかして何か占ってもらったとか？そんなことなくはないけど、だけどあれは流れっていうか、結果的に何もわからなかったから脳幹っていうか。とにかく私も様子を見に来ただけ。あんたと一緒でね。なんでそんな怒ってるんですか？でも確かにそういえばキララ先輩はエレオノールとよく組んでいましたね。いうこと、変な勘繰りはやめてよね。あ、キララ先輩。あ、違う、後でちゃんと謝ってもらえるな。悪かったな、騒がしくしてしまって。いえ、大丈夫ですよ。それよりも、フーマさんも様子を見に来てくださったんですね。わざわざありがとうございます。聞こえてたか。まあ、それも嘘じゃないんだけど、エレオノールがする占いっていうのにも興味があってさ、せっかくだから占ってもらおうかなと。興味ですか？ああ、普通人間界で占いって言ったら大抵は人生相談とかカウンセリングみたいなものなんだ。だけどエレオノールはその魔力と自然エネルギーで実際に未来を見ちまうんだろ？そこまで万能ではありませんが、確かにそれに近いものですね。そういえば今日はタイマニンのお客様もたくさんいらっしゃいました。やはり職業柄、魔族が魔術を用いる占いには興味があるのでしょうか？まあ、少なくとも俺はそうかな。他の人たちはどうかは分からないけど。そういうわけで、一つ何か占ってくれないか？何を占うかは任せるよ。お任せですか？わかりました。そうですね。では、今日一番人気でした恋愛関係の占いを。え？恋愛関係？いや、でもそうか。やっぱり占いっていうと女の子の方が多いイメージだしな。そっちの方面になるか。不都合ですか？別のにしましょうか？いや、別に俺は構わないんだけどさ。だけど俺、今は特に個人的に好きな人とかいないしな。それにほら、
見ての通りモテる方じゃないだろ。だから下手に孤独死とか出ちゃうとか言ってみそうでさ。なるほど、そうでしたか。でも大丈夫ですよ。もしそうだったとしてもラッキーアイテムなどでいくらでも。雪風さんに親しい友人、鈍感。アスカさんとは別組織でビジネスライク。紅さんとは昔なじみで家のつながりがあり、いつも周囲に女の人たち。そしてキララさんの後輩。もしかして近いうちに彼女ができたりとか。風魔さんからは女難の層が見えます。気をつけないと死にます。